一流祭貞友は、日本の孔男子、声優、ナレーターである。師匠は、孔男子で、人間国宝の一流祭ただし水。大阪府出身。旧芸名、鈴木三子、鈴木三重。声優から孔男子に転向し、かつ声優業も継続して行う。以前は、太陽プロモーション、プロダクション M3、同人者プロダクション、ウィットプロモーション。 プロダクションバオバブに所属していた。孔男子になる前はめったに顔出しはしていなかったが、しもぶたまらん太郎のイベントに、他のメインキャストと参加したことがある。孔男子として新内に昇進した際は、クレヨンしんちゃん原作コミックの四十一巻三十八ページに、作者である薄井義人からの、祝、新内帝友というメッセージが載せられた。前述の、しもぶたまらん太郎を、 はじめ、ちびまるこちゃん、クレヨンしんちゃんなど、長寿アニメのレギュラーキャラクターを多く担当している。2017年から、川崎大使にて、三つちの会と称する独演勉強会を開始。ディズニー映画、美女と野獣のポット夫人の吹き替えを、福田きみこから引き継ぎ、東京ディズニーランド、美女と野獣、魔法の物語より担当している。特技は、バレエ、ピアノ、日本舞踊、 大阪弁、京都弁、山形弁。ふとじはメインキャラクター。担当女優映画、ドラマアニメ。ありがとうございます。